そこまでだ。剣士郎、宿命の時が来た。なお。すべてのプレイヤーが熱狂した。ラオウと剣士郎、宿命の戦い、再び。あの興奮をそのままに、誰もが驚愕する全く新しいシステムが誕生。それが覇王モード。北斗の拳2には通常モードと覇王モード、2つのモードが存在。覇王モードとは、最大500ゲーム継続し、リプレイ確率が大幅にアップする激アツゾーン。滞在するステージや演出結果により常に期待感が変化するというかつてないスペシャルモードだ。それでは覇王モードの全貌を紹介していこう。ボーナス終了後に、まずは覇王モード最初のステージであるラオステージに突入。プレイヤーは長い継続ゲーム数を期待しつつボーナスを狙え。ただしこの覇王モード、チェリーを入賞させるとそこで終了してしまうので注意が必要。しかし北斗の拳2ではチェリーナビゲーションを搭載。狙って。ラオウステージ中はリンやバットの声とともに光るリール枠に注目。覇王モード継続を目指せ。そして覇王モードロング継続の鍵を握るのはやはりこの男。宿命の時は来た。ラオウ。ラオウの行く手に剣士郎が現れれば、覇王モード継続をかけた宿命の死闘がスタート。今回はラオウが主人公、つまりラオウが攻撃もしくは剣士郎の攻撃を耐え抜くことができれば、なんと覇王モード継続。しかもその継続率は最高 95%。このラオウを倒すことはできぬ。そう、ラオウが勝ち続ければ覇王モードはどこまでも続き、ボーナスへの期待感も上昇し続ける。そしてこの覇王モード中にボーナスを引き当てることができれば、覇王モードの継続率はさらに上昇。覇王モード中にボーナスを引けば引くほどラオウの強さもさらに増していく。最強の北斗をほふる者の名はラオウ。さらに剣士郎との死闘でラオウが倒れても、ラオウ、天に帰る時が来たのだ。そこからチャンスタイムに行こう。なんとこのチャンスタイム中もラオウステージ同様、リプレイ確率は大幅にアップしたまま、プレイヤーの期待感は決して途切れない。ただしチェリー当選時は獲得しないよう3を頼りに2択にチャレンジ。うまくいけばラオウステージに昇格することも。まさに覇王の名にふさわしいシステムだ。宿命の時。プレイヤーはラオウと一心同体となり、覇王モードを継続させボーナスを引き当てろ。どこまで続くのか、何が待ち受けるのか、この究極的面白さ。また通常モード中にも覇王モードの継続率を左右する秘密が隠されている。通常ステージ中に追加やチャンス目が当選した場合に移行する特殊ステージ。この特殊ステージ中にボーナスを引き当てれば、激アツのロング覇王モードが待っている。乱世の覇者となるのは剣士郎か、それともラオウか。俺の鼓動
だからできる北斗の拳でしか味わえないあの興奮、あの衝撃、あの緊張感、覇王モードが導く全く新しい面白さをたっぷりと味わえ。北斗の拳2乱世覇王伝天覇の章。このラオウを倒すことはできぬ。下がっているケンシロウ、見ることもまた戦いだ。と戦勝百裂拳、いやー時今日の聞かぬのだ。もはや悔いはない。宿命の幕を閉じよう。さらば我が最愛の弟、これが貴様が目指した兄ラオウ剣だ。北斗の剣が再びこの世の覇者となる。